演舞開演。どうも、本日はしら丸米じゃない光味噌の麹味噌汁、長ネギを飲んでみたいと思います。前回のわかめの時と比べるとこっちの方がよりネギとか入っていたので、これが基本なのかな。ま、とりあえず飲んでみればわかりますね。では、これが基本というのもちょっと違うような気もしますね。これ見る限り、具を入れて混ぜ終わりました。具材見せるの忘れたのです。申し訳ないです。ネギの香りが結構していて、しかもこんな長ネギというより太ネギと言えるようなこんなネギも入っていました。では飲んでみます。ネギが結構主張してますね、これ。お味噌汁そのものはわかめの時と同様でさっぱりして飲みやすかったのですが、ちょっと最初ネギの香りがものすごくきつかったので、ネギが苦手っていう方にはこれはちょっとかもしれません。もちろんネギが好きという方はこちらの方がよりおすすめできますが、ちょっと好みが分かれそうだったのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。